し。いや登らんな。よいしょ。酸素取る。はい、おはようございます。今目の前をね、目の前の3台前ぐらいを大型トラックが、あれはなんか運んどるね。平の大型トラックがシートかけてなんか運んでます。よいしょ。ちょっとスピードが出ませんが、はい。自分は今東広島市西条町郷曽の方に向かってます。現場までここからあと38キロ、53分ですね。8時20分頃到着予定です。よいしょ。雨が降ってますが、小雨じゃけいいけどね。しかもこれ今背負ってるコンテナが相性悪くて、めっちゃあのバコンバコン跳ねるんですよね。ちょっとした段差でね、バコンバコンってね、後ろの方で鳴ってますけど、あの昔俺子供の頃になんかね、バゴンっていうゲームがあって、そう、あの母親と一緒に、母親うち母親ね車の免許持ってなかったんで、あ持っとるんですけどペーパーなんでね、あのだいたい移動って言ったら、バスになるんですよ。でバスで街中行ってね、あれは多分夏休みかなんかかね、3つ下の妹と広島中区のあの本通りにね、おもちゃ屋さんがあったんですよ。どういう名前か忘れたけどね、もう有名だと思うよ、今あるかどうか知らんけどね。そう、あのおもちゃ屋さんに行って、そのバゴーンっていうね、そのテレビゲームとかじゃなくて、どうじゃろう、縦30センチ横25センチぐらいの、まあ、大きさをしたもので、こうタイマーがセットしてあってね、でそこに要はなんかパズルみたいな形でこう型をどんどんはめていくんですよ。そうで、それが時間内にできなかったらバコーンと爆発するっていうね。そう、正式名称忘れましたが、まあ、なんかあのバゴンバゴンつってましたね。正式名称バゴンで合ってるかわからんけど、そういったゲームを買ってもらったのを今思い出しました。はい、知っとる人おるかな。いやいや、思い出が蘇りますが、はい、雨の中気をつけていきたいと思いますよ。ここはね、今広島市東区ぬくしなから馬木にかけてのあたり、ここもう馬木2丁目じゃね、馬木2丁目のあたりを走ってます。コーヒー飲みたいね、コーヒー買いたいね。奥屋よろか、奥屋のセブンでコーヒー買って、あーぼっちらぼっちら走っていこうかね。福木小学校前、 HTM さんスライドせんかったな、スライドするかなと思ってね、こうやってカメラセットして走りよったんですけど、だいたいそういう時っていうのは、スライドしません。カメラ回してない時に限ってね、スライドするんです。そうそう、今日はよその現場行っとってんかね。危ない。横断歩道がないとね、横断歩道のあの信号機がないと。めっちゃ見とるし、あの子、いってらっしゃい、気をつけてお母さん。そう、今あのちびっことお母さん見て思い出したけど、俺昨日昼から呉市押し込めの方へ引き上げ行ったんですけど、まあそこリフォームの現場で、まあ家が完成して、で引き上げ行ったら、ちょうど施主さんのあの奥さんと子供が、お子さんがいたんですよ。お子さんがね、3歳ぐらいだったかな、3歳ぐらいの丸坊主の男の子でね、ほんと丸米みたいな感じの、なんか可愛らしい男の子だったんですけど、とお母さんが窓から顔を出してね、ずっと私が引き上げ作業をしてるのを見てたんですけどね、恥ずかしかったね。恥ずかしいし、なんか妙にプレッシャー感じるし、そこの現場がちょっと地面がね斜めになっとってから、コンテナ背負うのにちょっとあの技というか、あのテクニックがいる現場だったんですよ。でそこで、うわこれ一発で乗せんかったらちょっと恥ずかしいなって思いながらね、そうそうやったんですけど、まあなんとか一発で乗って、よーし、うわーすごいね、見た、何々くんとか言ってね、3歳ぐらいの男の子と一緒に
見てくれてましたけどもね。そうそう、恥ずかしいね、ああいうのはやっぱ見られるとしかももうその距離がもう窓からコンテナまでの距離が1メーター半ぐらいしかなくてね、もう会話も全部聞こえるしね。そうそう、じゃけもう言いましたけどね、これちょっと難しいんですよ、これ斜めになっとる系ですねつって、そうそう、コンテナがまっすぐこん系難しいんですよこれ、まあ一発で乗ってよかったですよハハハつって、そう話しながらね、そうそう、まあ、そういうことがありましたけどもね、恥ずかしかったわ、とにかく恥ずかしかった、いろんな意味で恥ずかしかったな本当、昨日はあの現場は。まあ男の子やけんね、見るよねああいうのはね。でお母さんも見せたがるじゃんああいうのは、機械系を動かすところとかさ。でこのアームロールがこう作業してるところってそんなに見ないじゃないですか。街中で見るのはパッカーとかはねよく見かけるけど、ゴミ収集車がねパッカーこう後ろ回しながらウィーンってゴミ回収してるのは見るけど、このアームロールがコンテナ入れ替えとかしおるのってなかなか見る機会ないじゃないですか。だけやっぱ珍しかったんでしょうね。初めて見ましたってね、お母さんも言われてましたけどもね。いやこれ誰でもできるんですよつってね、このリモコン一つで誰でもできるんですって言ってね、うん、思いましたけども、そうですね、非常に恥ずかしかったです。まあそういうところでさ、なんか、あ、私実は YouTube やってるんですどうぞってステッカーでも渡せばね、そっからまた視聴者さんが広がっていくかもしれんのんじゃけど、それはできんかったね、恥ずかしかったけ、もうとにかく恥ずかしかったけできんかったもうシートするのも俺だけ、人に見られるのが苦手なんで俺は結構。そうそう、だけ変な話、あの野球でピッチャーとかするのも苦手だし、ピッチャーってやっぱ一番最初に動くんで注目されるじゃないですか。それも恥ずかしいしね、とにかく俺はもう人前に出るのが苦手で、そう注目を浴びるのが苦手なんで、うん、あー車間が近いな、危ない危ない、本当にもうこれ走行車線の車と車の間に3台走ってますよ、追い越し車線の車が車間の車間の間にね、うわ腹筋痛い、うわ脇腹が痛い、この間のバッティングセンターのあれで左の脇腹がめっちゃ痛い、くしゃみとか咳したら今ね脇腹がめっちゃ痛いです、ほんま、いつもどこかしら痛い痛い言うてから言うてますけどね、ダメですね。さあ奥へ到着、いいね、一緒か、はい、じゃあ時刻が7時46分、ちょっとコーヒーほど買ってきたいと思います。もう俺パーキングでさ、サイドミラー畳まん人もめっちゃ嫌い、結構何回か俺も腕当たったことあるんですけど、結構あるでしょみんなも、大っ嫌いあれほんま、畳めっちゅうよねミラーぐらい、これもうマジで熱い、これやけどするもん、めっちゃ温まってるしこのジョージア激熱、ガムも買ってきたし、さあコーヒー飲んですぐ出発しよう、時刻が7時50分、5分ぐらい経ったか、ちょうど俺の隣に止まっとる車がアクアがねミラー出しとんすよ、おっさんでね、おっさんがスマホ見よるけど、多分あれなんでしょうね、到着してまあ降りたらピッとキーレスね、キーレスで鍵閉めたらウィーンってミラー閉じるけど、またピッてキーレス開けたらドア、あのミラー開くじゃん、そのままなんでしょうね、だから手動でこのミラーを畳んでないんでずっと出っ放しなんでしょう、まあ意識の問題だと思うけどね、ごめんね朝からチクチク細かいこと言って、ちっちゃいこと言って、でもほんま邪魔なんよ、この狭いパーキングの駐車場の間と間歩くのにミラーが出とったらほんとね危ない、
はい、壊れても知らんよって思うけどね。はい、じゃあ出発します。よっこらしょい。8時51分現場の方出ました。よいしょ。8時半ぐらいには着いたんですけど、ちょっと入れ替え時間かかりましたね。上っ面にね、サイディングがいっぱいあってからね、右から車来たね。よいしょ。それをちょっと鳴らしよってから時間かかりました。ほんで前回来た人がコンテナ置いた時に後ろのコロがね、コンパネから落ちとったんですよ。まあこれもたまにあることなんですけど、そうするとコロがそのコンパネの縁に引っかかってね、もうコンパネごと手前にズリズリズリーとね引きずることになってしまうんですよね。いやー、もうそれでちょっと往生してね。そうそう、あれ本当置くとき気をつけないとね。先どうぞ。あ、降りていいの？どうぞどうぞ行ってください。僕ゆっくり行くんで。すいませんね。ズリズリズリーと引きずってね、コンパネをね。そう。でその前側が後輪に、コンパネの前側が後輪に引っかかってね。ほんで最悪の時はその後ろはコロコロが引っかかってるし、前は後輪に引っかかってるしでね、コンパネがバキッと割れることがあるんですよね。そう、結局はそう、ね、そういうのも防ぎながらやらんといけんのんで、そうそう、でそういう時はちょっとコンテナを上げちゃバックして、コンテナをちょっと上げちゃバックしてでね、やっていかないとコンパネバキッと割ってしまうんで、まあこれはちょっと口で言っても想像ができないと思うんですけど、まあとにかく往生しました。要は、コンテナ置くときに、そう、コンパネからコロが落ちないように置けばいいだけのことなんですけど、まあ横着する人とかはね、もうああもうこのまま下ろしゃええわって コンテナ置いて、その時にコロがコンパネから落ちた状態のままにね、落ちた状態のままにして現場出たりするんで、そうすると次行く人が大変なんですよね、うん、これ多分アームロールフックロール乗ってる方は経験あると思うんですけど、そうそう、簡単なことなんですけどね、ほんとちょっとした気遣いというか、横着せんかったらええだけの話なんですけど、次行った人が大変ですからね。誰が行ったんか知らんけどね、茶前くんだったりしてまあ茶前くんはちゃんとやると思うけど、まあ、大体わかるよ。そう、落ちたとしてもそれを直してから出るのが普通でしょ。次来る人のためにね、自分がコロをコンパネから落としとるわけじゃけ、それをもう一回上げてでちゃんと置き直すのが普通でしょ、まあ、それをやらずに出るというね、そういう運転手さんもやっぱいますね、はい、俺だってたまにあるよ、コンテナ置くときに、あ、ギリギリこれコロが落ちんかなと思って置いたらギリギリコンパネから落ちとるとかね。でそういう時はちゃんとやり直しますよ、うん、いやいや、まあそんな感じでちょっと時間かかりましたけどもね、無事に西条町郷祖の現場を出ましたんで、今からここから約1時間かけて鳥羽の方へ運搬したいと思います。しとしと降ってますけど、これは県道67号線か、はい、まだこの67号線をひたすらあと 7.3 キロ突き進んでいきますけど、もうね、革手もぐじゅぐじゅになったわ。昨日ビニール手袋を最後の手摘みで使ったんですよ。昨日も結構夕方雨降っとって、それでビニール手袋がちょっと乾ききってなくて、ほんでまあ小雨じゃけ入れ替えじゃしね、革手使おう思って行ったんですけど、まあ、結局サイディングこう手直ししよったら革手もじんわり濡れてしまいました。よいしょ、まあしゃあないね今一生懸命足元に助手席のマットのとこへね革手広げて、で足元から風出して今乾かしてますけどね。どうせドバに上がったらまたぐちゅぐちゅになるし、そうそう、まあそれまでにビニール手袋が乾きゃいいんですけど、ま
あなんか今年は雨が多くない？こういうの雨って降りよったかいね、3月4月って。なんか毎週毎週半分ぐらい雨が降りおるような気がするんですけど、最近ほんま雨が多いよ。よいしょ、まあぼちぼちやっていこうか。今週もあとは何日まだ早いか、まだ水曜日だしね、まだ風邪が早いけど、何気にもうゴールデンウィークも早い人はもう始まるんでしょ、今週末ぐらいから。声お勤めの方はいいね、まあ、僕はまあカレンダー通りなんで、今週末は2連休からのまた3日ぐらい行って3、4、5、6が休みかな。そう、ちょっとね、茶前くんと焼肉はできそうないかな、日取りが合わんわ。4も5も俺ソフトなんですよ、5は試合じゃし、すると3と6しかあれなんですけど、3日はね、またこれ夜ちょっとあの身内で、ちょっと焼肉しようかっていう話もあるし、できるとしたら3日の昼間か6日で、6日は最終日やろう。まあ別にいいんですけど、じゃしね、もうこれね、一番致命的なことがね、あの俺もうバーベキューのコンロを捨てたんですよ、処分したんですよ。ほんでテーブルももうないしね、そう、椅子が2つあるぐらいよ。 あとはその、卓上でやるやつね、あのガスで、そうおじさんにもらったやつ、あれがあるだけなんで、まあ別に焼肉せんでもなんかつまむもん買ってから酒飲みながら動画撮れてもいいよねみたいな、そう飲み動画でもええよねっていう話を今しております。それがまあおそらく3日か5日の、まあ5日の夜かな、試合の後とかね、6日になるか分からんけど、頑張ってなんかそういう日を作りたいなって、頑張ってっていうかそういう日作りたいねって、言ってます。久々に飲みたいねって言ってね、そうそう、まあまだ分かりまへんが、ちょっとどこかで無理やり時間を作ってねじ込みたいと思います。はい、じゃあ今日は、東広島市、西条町、ここ千の丸って読むんかな、千に野原のに丸って書いて千の丸って読むんか分からんけど、今そういったバスのバス停の地名が書かれてましたが、はい、そういったところから今日はお別れです。八本松原になるんかね、この辺、原自治会って今書いてあったわ。はい、もう八本松の方入ってるかもしれませんが、これは、はい、そんな感じで、今日はこの辺りで終わろうと思います。本日もご視聴ありがとうございました。また明日。